地から来ました佐藤美香、ニコニコみかんと呼ばれています。こんにちは、ありがとうございます。はい、今日は基本のアキラ歌たっぷり聴いてほしいということで、あの歌わない予定だったんですけど、急遽さっき歌うよと言われて、わかりましたっていう感じで、あのアキラさんのライブを主催、去年主催して今年も4回か5回ぐらい主催してもさせてもらっています。そしてあのあっという間に満員になって、また12月24日も岐阜県美濃加茂市でイメトレの里見姉やんという方とのコラボで、もうあっという間に150人以上来てるんですが、まだお席があります。これ言っといた方がいいやつです。言っといた方が、岐阜県美濃加茂市です。8000円ですが超安いんです。あのこれは来ると、あのコマシャールさんも行き、里見姉やんにも行き、そして明日の金沢ライブにも行き、そしてもちろん愛知スリーデイズにも行くという、ね、皆さんがアホになるきっかけアキラライブです。こんな風になります多分。はい、そんな感じで、アキラライブに来て、皆さん初めてアキラ歌聞いたと思うんですが、アキラさんの歌やばいって多分物販並ばれたので、ズキュッと来ました。はい、手挙げて。はい、はい、私の仲間です。ありがとうございます。私の仲間ありがとうございます。はい、皆さんズキュッと来たら、勝手に下手でも音痴でもいいので。大好きな人に歌って伝えてほしいんですね。そうしたらアキラ歌の内容がやばいじゃないですか。なのでアホな人増えます。そんなアホな人が増えたら子どもたちがアホになってすごいなと思うので、アキラ歌ぜひ広めたいなと思います。ありがとうございます。歌わせていただきます。それじゃあね、自分の父親のことを歌った背中という歌を歌います。父親って言葉少なくてね、何も語らないけど、その背中を見ることによってそこに全てが あるんじゃないかと。でもちろん愛情と憎しみと両方織りなされたものがね、その背中に見えてきます。それをね、今日はミカとデュエットで歌いたいと思います。父よ飛び続ける、極め極めるほど遠ざかる頂目指して、知れば知りゆくほど
積もる父よ。あなたとまた暮らしてみたい。あなたを許す時が自分を許す日と気づいた。